Thank you.
ルナのエビです。ホルカアスイです。有明ユノです。私たちさっきの女の子です。よろしくお願いします。はい、本日は、さっきの女の子古川誠一、そして野々宮エビの、合同センターさんへお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。いや、ね、本当にあの最初のソロでも言ったんですけどね、こうちょっといろいろある中でね、マスク必須とかね、アルコール消毒とか大変の中でね、こんなにたくさんの人がねお祝いしに来てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなマスクもね、ありがとうございますね。ありがとう。強そう。どういうこと？集団行動。はい。で、まあ私たちね今日ね、お祝いしていただいてるっていう感じなんだけど、はい、あのまあここで、まあ、お祝いしてばっかりはねちょっと申し訳ないっていうか、お返しがしたいなと思って、ここで今今日来てくれたみんなにちょっとあるお知らせをしたいと思います。はい、なんと先ほど何月だっけ、2月に、今3月だよね、ちょっと今何月か忘れた。そう、2月にね、メンバーがね、自分の誕生日忘れちゃった。誕生日じゃない、間違えて2月にメンバー卒業して3人体制でね、はい、今日ライブ2回目なんですけど、ちょっと今先ほどチームメンバーと一緒に練習してます。もうね、新メンバーちゃんと一緒に練習始めております。なんとね、あの今日本当にやるバッテなんだけど、新メンバーちゃんからなんと LINE が来て、誕生日おめでとうって、で、イムちゃんみたいにかっこよく歌って踊れるように頑張りますってすごい来てくれて、素敵なラインがね、あの来たりしたんでね、あのみんなもねそこはすごい楽しみにしてくれたらなと思います。で、そのまず新メンバー続きのお知らせが一つございます。2020年6月1日月曜日の夜に渋谷グラッドさんにてお披露目ワンマンライブします。やばい、ワンマンめっちゃ久しぶり。そうだね、しかもしかも新メンバー新体制お披露目っていう形でね、はい、まだ詳細はねちょっとまだ後々後々になるんですけど、後々後々何言ってるの。そう、まだ続きになるんだけど、6月1日の夜はねぜひ開けて、はい、新体制そしてワンマンライブをね見に来てくださればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大きなお知らせは以上になりますので、ね、はい、まだ後半戦残ってるので一緒に盛り上がりますか。ちょっと足りないな、誕生日にしてね、3分の2誕生日だぞ。ちょっと強めに出てそうだよね、そうだよ、そうだよね。じゃあちょっとじゃあ盛り上がりますかって。盛り上がれるか。みんなびっくりしてる今。驚きの方がでかい。まあ、一緒にね、楽しみながら盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください。さっきの女の子をもっと知りたい。Oh,
¡Gracias!
ということでね、ちょっと真ん中でもお知らせしたんですけど、ぜひともね、6月1日渋谷グラップさんにてお披露目ワンマンライブありますので、ぜひ開けて来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、コスチュームのゴールデンセンター祭ね、本当にお越しくださりありがとうございます。はい、そしてこの中でね、出演してくださったレイさん、ね、レイさん、そしてラストゲストもありがとうございます。ありがとうございます。言い忘れてたことあったんだけどさ、何？さ、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。いや忘れてた。確かに言われてないかもしれない。でもね、プレゼント。あ、何？待つよ。あ、これもこういう風にしてもらうのは実はこちら3回目だね。そうやん、生誕祭今回初めて夜にやったんですよ。あ、そうだった。すごい、いつもお昼でやってて、なんか今日夜で、しかもこういう状態だからどんなに人が来てくれたりとかするのかちょっと不安だったりとかしたんですけど、あ、写真撮ります。写真撮りますね。素敵なお花もね、用意してくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。せっかくな、ちょちょ頑張ったね。こんなの水槽がそうだね、延期になっちゃって、そうだね、なんかそれで、ね、私の誕生日終わったみたいな。終わってない終わってない、時間たっぷり4月にもある。そうだね、なんだけど、なんか気持ち的にはもう10日に気持ちを引き目合ったから、うん、なんかすごい、なんだろう、延期になったけど、延期にした日も来てくれるのかわかんないし、思ってて、なんかお花もらったから嬉しくて泣いちゃった。スーのね、本当リアルバースデーにやるはずだったスイーツも、しかもうちもゲストで3年半ぐらいもずっと一緒にいるっていうので、うん、古川水専門家としてのゲストでスイーツも入れてるはずだったんですけど、はい、まあ、延期にはなってしまったんですけど、4月の15日の、夜にね、あります。変わる、ゲストは変わらず飲むには行きますけど、ゲストは超えません。じゃないでしょ、いいね、4月にも嬉しい、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 4月15日ね、あるのでね、ぜひ来月のその日も開けて、もう一回、そうそう、月は変わっちゃうんですけど、改めてスイのことね、お祝いしてくだされば嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。写真を撮りましょう。はい、ちょっと呼んできます。はい、そっちに撮りましょう。今どこに入ろうとして、ここに入ろうとして、絶対ここに入ろうとしてるの。なんかの空間をちょっと、そう、ハリーポッターのそういうなんか通り抜けられるさ、やつあるよね。ありがとうございます。実は湯の使えるからさ、知らない？あ、湯の魔法つけて、そう、使えるからマジでバラしたくないから、どこい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 よしよしよしじゃ、ほん、あれ待って、いるんだったんだよ。あれ、あ、ハッピーバースデー。ちょっと、すいません、このご時世なんで吹いたりするのなしでいこうと思います。ありがとう。ただ、エアーではやりたいので、皆さん、せーの、ハッピーバースデー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 。大事にいただきます。ケーキ後で食べような、後で食べよう。こちらはね、
2月に卒業した、葉月真央と優乃から、ドライフラワーを撮っていきたいと思います。やだー、いや、ちょ、やだー、どっちだっけ。あ、ゆめちゃんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2人で選びました。ほんとね、ひらめは、あ、ごめんね、なんか中身見えない感じ。これ開けた方がいい。開けなくていいよ。後日あのツイッターの方で、あのちゃんといただいたよっていう写真載せるので。私もこんなプレゼント放送がこんな見えないものだ。そう、あのね、この中にね、もう一層ね、なんかあの紙袋、茶色い紙袋でしっかりとされてて、そうそうそう、何も見えない。お花もね、花もね。そうそう、じゃあもうみんながなんかいい感じに座ってくれてるということで、はい、そのままお写真を撮り、はい、撮っちゃいましょう。はい。じゃあね、こっちで。お願いします。それで前の方に詰めてお願いします。お詰め、お詰め。ちょっとやだ、真ん中空いてんのやだ。ありがとう。誕生日だから。個人情報。ちょっと待って、これ身長足んないんだよね。うちのよくいるカメラマンが足をくじいですよ、多分。これ使って大丈夫ね。あ、大丈夫らしいです。おお、今世界一身長が高いですよ。世界一身長が高いプロデューサー。じゃあ、ほんと、すいません、じゃあ3枚ほど撮ります。はい、3、2、1。どうやん。10枚ぐらい撮ったよね。はい、3、2、1。ラストいきます。3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。レンさんとラストクエスチョン、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にね、一言ずつぐらいもらえたらなと思います。じゃあ私からですね。これは私からです。本当に今日何回も言わせてもらってるんですけど、本当に今日来てくださってありがとうございます。ありがとう。今日ね、本当になんかデートバースで、まあ、誕生日をお祝いする会にみんなのね、マスクはしてるんですけど、みんなの笑顔とね、あのいろんな声援とかお祝いの声がね聞けて本当に幸せに思います。今までで一番素敵な誕生日になりました。ありがとうございました。これからも滝川美穂子、そして七海歩のことよろしくお願いします。もうなんかさっき言っちゃったんだよね。うん、まあなんかもう本当に前向きに4月の15日の、あの野々宮とね、スイーツも本当に前向きね、もうめっちゃもうまた頑張るんで、お待ちしております。本日は本当にありがとうございました。以上、私たちさっきの女の子でした。ありがとうございま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 した。うちが手振るはずなのに、うちがめっちゃ手振るはずなのに。じゃあこの後はい、また直接、おめでとう言ってもらえると嬉しいです。じゃあ、3! 3! バイバーイ。